ケプラー51は地球から見て白鳥座の方向にある構成。地球からは約2610光年離れたところにあり、3つの太陽系外惑星を持つと考えられている。ケプラー51は太陽と同じ G 型主系列性に分類され、太陽の約88%の半径とほぼ同じ質量を持つと考えられている。ただし、 年齢は点0億プラスマイナス2.5億歳と太陽に比べてはるかに若い。ケプラー51には2019年現在で3個の太陽系外惑星が発見されている。2013年に太陽系外惑星を発見するために打ち上げられたアメリカ航空宇宙局の宇宙機ケプラーによるトランジット法での観測で2つの系外惑星、 ケプラー 51B とケヘプラー 51C と一つの、境外惑星候補天体濃いマイナス620.02が発見された。2014年には、東京大学大学院理学系研究科の増田健人により、この三つの惑星の密度が、いずれも0.05グラムマ立方センチメートル未満であることが報告された。2019年12月、 コロラド大学のジェシカ・イレビー・ロバーツらのグループは、ハップル宇宙望遠鏡の甲子アカメラ WFC-3 を使った観測結果から、ケプラー 51B とケヘプラー 51D は、非常に密度の軽い、綿飴のような惑星であると発表した。これらのように、地球の数倍の質量しか持たないのに、海洋星以上の半径を持つ、非常に密度の小さな惑星は、 スーパーパフズと呼ばれている、ケプラー51星系と太陽系の比較図、ありがとうございます。